今回はタイトルを見てついつい開いちゃったスレを見ていきたいと思います。まず画像あり、1個マンホールになるわらわらわらというスレですね。1個さんがマンホールになっちゃったで、画像がこれですね。押し上げという1個さんがマンホールになっちゃってます。草面白い、一向感あるなというスレでした。続きまして、史上最高にオラついた女の子の画像を笑けてくるわらわらわらというスレですね。これを見てみると、強すぎる、これですね。確かに強そう。女の子としては史上最高にオラついているかもしれませんね。鳥を携えて、草、怖、冷え、目怖すぎて草。確かに目が怖いですね、この子。心なしかフクロウも不安げ。女の子の目が強すぎますよね。これは獲物を狩る目してますわ。女の子を指してですね、フクロウではなくて。この年ででかいフクロウに物おじしないメンタルも兼ね備えている逸材というスレでした。次ですね、魔女の宅急便の英題わらわらわらということで、それを見てみると、キキズデリバリーサービス、まずいですよ、これは。これはいけない。3回チェンジするとパン屋の親父が出てくる。まあ、なんか海外では魔女が悪いイメージがあるそうなので、魔女というタイトルは付けられないそうなので、キキズデリバリーサービスになっちゃったということですね。魔女の宅急便の英題が危ないタイトルになってるというスレでした。続きまして、眩しすぎる、光り輝く黄金のたこ焼きのインパクトがすごいというスレですね。そのたこ焼きがこれですね。すごい、金キラ金、金箔を上に乗せてるんですね。金沢県が金箔が有名なんですかね。で、たこ焼きに金箔を乗せちゃったというたこ焼きですね。いや、これ金玉ですやん、まさに金玉。まあ、話題を作って人を集めようと努力しているんだし、いいんじゃね、インスタにも入るだろうし、価格も手頃だろうというスレでした。ちなみに価格が880円、4個で880円なんですかね。880円とのことです。ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、次です。草、セクハラ上司とパワハラ上司の揃った飲み会をこう呼ぶというスレで、セクハラ上司とパワハラ上司の揃った飲み会をセパ交流戦って呼ぶのやめなさい。セパ交流戦、なんかワクワクしますけど、セパ交流戦はセクハラ上司とパワハラ上司いる飲み会ワクワクしませんからね。上司は人生のクライマックスシリーズでも迎えてろ。セクハラとパワハラ両立する人をセパ両リーグ制覇って言って習いました。嫌と書いて野球ですねと締めくくられております。まあ、やっぱりこういう風にね、面白おかしくもじらないと、まあセパ交流戦、セクハラ上司パワハラ上司の揃った飲み会は本当にね、苦の時間というか乗り切れないですからね。はい、次です。押すと5万円もらえるが、降る雪が全部メルティーキッスになるボタンということで、まあ、あの CM ですね、メルティーキッスの、まあ、僕も大好き、荒垣結衣さんが CM で歌っていた、降る雪が全部メルティーキッスならいいのにねという歌詞になぞって作ったスレですね。押すというレスがあるんですけど、デメリットないやんって思いますよね。まあ、でもスレ主によるとデメリットがあるそうで、雪の結晶がメルティーキッスになるんやぞということで、まあ、つまり雪の結晶がメルティーキッスの3分の1程度だとすると、雪だと3メートル積もるけど、メルティーキッスだと9メートル積もる、3倍ってことですね。まあ、確かにそれ考えたらね、メルティーキッスが空から降ってくる、結構痛そうですね。春までに処理しきれなかったところがアリの楽園になりそう。それがデメリットやなと言ってますね。雪かきならぬメルティーキッスかき、絶対めんどくさいとか。まあでも雪がメルティーキッスになる代わりに5万円もね、もらえますからね。天気予報が晴れのちメルティーキッスやぞ、なんかええやんっていうことで。確かにロマンチックですね。天気予報士が晴れのちメルティーキッスですって言ってたら、優しい世界で締めくくられていますが、まあ荒垣結衣さんが歌ってた通りの世界になっても、まあ現実的に考えるとデメリットも発生しちゃうというね、ことでした。え、次のスレですね。バタフライとかいう泳ぎはマジで何のために生まれたのというスレですね。確かにバタフライの泳ぎ方特殊ですよね。なんで生まれたんでしょう。インスタ映えらしいですね。インスタ映えのために生まれた。もうバタフライが生まれた時代はもうインスタ映えという言葉があったんですね。圧倒的近所迷惑。確かにバタフライ泳ぐ人いたら近づけないですもんね。まあでもマジレスというか、本当の由来としては平泳ぎの派生形らしいですね。平泳ぎの定義が左右対称らしくて、で、平泳ぎは手を内側に回すと思うんですけど、まあ、バタフライは手を外側に回す、これも左右対称なので平泳ぎとして認められていたんですけど、このバタフライ泳法が早すぎるということで、まあ、バタフライを違う種目として作ったそうですね。はい、今日はバタフライの由来がインスタ映えだったということが分かったところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。